はい、本日は、チャーシュー丼と、札幌一番ごま味醤油ラーメンで餃子ラーメンを作りました。それと朝なんで朝日の生ジョッキー缶ノンアルコールでいただきたいと思います。早速いただきます。はい、ビートルゆるづやでございます。本日は札幌一番ごま味醤油ラーメンで餃子ラーメンにしました。それとチャーシュー丼です。まあ、チャーシューと大葉と唐揚げのちょっとこう細かくしたやつ、それを乗せています。あと紅生姜と、タレはこのエヴァの黄金のタレ、中辛ですね、これをかけて食べたいと思います。今朝です。それでは生ジョッキ缶ノンアルコールを。生ジョッキ缶でノンアルが出てるんですね。じゃあそれではいただきます。あ、美味しい。あ、結構美味しい。餃子ラーメン、餃子ラーメン美味しいです。はい、ちょっとすいません、失礼しました。チャーシュー丼ですね。チャーシュー丼、大葉と一緒につるんで食べるんですよ。卵黄が最高っすね。うん、うまっ。朝のチャーシュー丼最高っすよ。チャーシュー丼はね、まあチャーシューをのせて卵黄をのせて、まああとネギとか刻みネギのせたりするのが多いんですけど、大葉最強っすよ。大葉のこの何ていうの、苦味というか、これがねまた合うんですよ、チャーシュー丼に。チャーシューとね、大葉とね、ご飯をね一緒に食べるんですよ。うん、うまい。めちゃめちゃうまいです。無性にね、餃子ラーメンを食いたくなるんですよ。だって醤油ラーメンで餃子と合うじゃないですか。うわ、うまっ。札幌一番ごま味うまいな。うめ。あ、そうや、今日考えたらクリスマスイブですよね。あ、今日は日曜日なんで、まあどこもクリスマスムードなんでしょうね、多分。今日は皆さんクリスマスイブなんで、あれですか、ケンタッキーフライドチキン食べありますか。
まあ、ケンタッキーフライドチキンというか、フライドチキンというか、ローストチキンというか、僕はちなみに今日はケンタッキーを買いに行きます。ケンタッキーね、あれなんですよ、クリスマスはすごい並んでるんですよ、はい、去年もクリスマスにケンタッキー食べようと思って店で食おうと思って行ったんですよ。んなもうめっちゃ並んでたんですよ、はい、まあ、ほとんどの方がテイクアウトなんですよ。店の中ガラガラですよ。まあおそらく家族で家で食べるっていうのが多いんですよね。結構店の中もいっぱいかなと思ったら全然ですね、大概がもうテイクアウトなんですよね。でも考えたらなんかそれが納得いくような気がしますね、うん、まあ僕やったら、まあ、持ち帰りもありやけど、できたら店で食いたいですね。まあ持ち帰ってすぐに食べるっていうかね、家が近いとかそんなやったらいいんですけどね。あんまり時間経つとちょっとベチャベチャになるっていうか、ちょっと水っぽくなるじゃないですか。今日はテイクアウトで買ってきて YouTube で、ね、投稿しようと思っています。ちなみになんかクリスマスの限定メニューがあるんですよね。その限定メニューのやつを買いたいと思います。まあケンタッキーのチキンを食ってクリスマス気分をちょっと味わおうかなと思ってます。まあ正直個人的なんですけど、はっきり言ってクリスマスってはっきりどうでもいいです。まあ、ちなみに今日彼女が仕事で遅いんで、まあ、一人でクリスマスに酔いしれたいと思います。うん、もう何やかんや言うで、もう今年ももうあとわずかですね。まあでもあれですね、この1年間でだいぶ変わりましたね、世の中いろんなことが起きましたね。まあ細かいことはちょっとあんまり言えないですけどね、大変な年でしたね。来年はこれ以上ひどくならないようになったらええのになと思ってるんですけど、多分おそらくそうにはならんでしょうね。また来年の3月ぐらいから。まあ、なんか値上げみたいな言ってましたね。まあでも値上げはちょっとある意味しょうがないかもしれませんね。まあ、賃上げとか、まあ、言ってますからね。まあ、賃上げって言うとやっぱりもう単価物価上げな、ね、
どうにもならんすからね。でも賃金上げるのに物価上げるっていうのもなんかおかしな話ですね。まあ会社によっては賃金が上がってるってことがあるんやろう思うけど、でもそんなに実感ないでしょね、多分。上がるとかって知ってるでしょ。当然上がっても、税金と社会保険でがっつり引かれると思うんで、まあ、社会保険もこれからまだまだ上がるでしょ。でもあれですね、人間って生きていくだけでお金かかりますよね、マジで。生きていくだけでもお金かかるし、死ぬ間際になってもまたお金がさらにかかるという。どうなんやろ。まあ僕の知り合いに外国人の方がいるんですけど、まあ日本語ペラペラなんですけど、まあ日本で人間でこう生きていくのにお金がかかると、ほんでまたさらに年いってからやっぱり体が悪くなってからさらにお金がかかるっていう話をしたんですよ。まあちょっとびっくりしましたけどね。どうしてそんなにお金がかかるのって、まあでもその彼は言ってたんですけど、まあ自分の母国に帰ると。まあ高齢者になってもそんなにお金かからへんと、まあそんなことを言ってましたね。まあ医療制度とか充実多分してると思うんですよ。医療ってやっぱり日本がやっぱり素晴らしいなと思うんですけどね。いろんなサービスがあってね。素晴らしいなとは思うけど、その代わり費用はかかりますけど、はい、まあ長生きすればするほどお金かかりますから ね。まあ今の日本はこう長生きするみたいなそういう風潮ですけど。あんまり長いことできたらほんまに、まあお金がある人はいれば、みんながそんなお金持ってるっていうわけじゃないと思うんで、あんまり長生きするとその分高額費用が待ってますからね。でもね、病院とか行くとね、病院のスタッフは若い人いますけど、入院してる方とか、手続きとか会計したりとかで、まあ、いろいろあるじゃないですか。もう若い子いませんよ。みんな高齢者ですよ。会計とかその、自分の、入院してる方とかね、そういう方の お見舞いとか面会とか、もう若い子いないですよ。みんな高齢者ですよ。今の若い子って病院って行かへんやろね。まあ行く言うたら僕ら今病院行かんでも通院でどうにかなりますからね。もう病院はもう老人ホーム化してますよ。全く若い子がへんっていうのには驚きました。お見舞いですら
若い子来ないです、来ないですよ、はい、僕も病院何回か足運んで行ったんですけど、そういう光景は全くなかったです、はい、逆に僕みたいなのが病院の手続きとかすると、あの病院の患者さんとかジロジロ見るんですよ僕は、まあ、珍しいんですよね、光景が。若い子が、若い子言ったらおかしいけど、病院に来て食うっていうこと自体がちょっと珍しいんだろうね。口をポカーンと開けて僕をずっと見てました。ちょっと辛かったです。独特の雰囲気ありますからね。うわ、うまっ。ごちそうさまでした。あ、めっちゃうまかった。チャーシュー丼めっちゃうまかったです。札幌一番ごま味醤油ラーメンの餃子ラーメンも最高ですよ。もう朝ラーですよ、朝ラー。はい、本日は、チャーシュー丼と、まあ、チャーシュー丼というか、チャーシュー丼にあの刻み唐揚げをちょっと入れてるやつですけど、まあ、チャーシュー丼と札幌一番ごま味醤油ラーメンの餃子ラーメンでいただきました。朝から最高の贅沢でした。はい、これからもいろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴の方も最後まで見てもらえると非常に嬉しいです。それでは皆さん、メリークリスマス。